巻貝は、軟体動物門腹足綱に属する動物の総称、またはその中でも特に螺旋状に巻いた貝殻を持つ、貝を指す。腹足綱の多くは、螺旋状に巻いた殻を持つが、傘貝のように、傘状になったものや、アメフラシ、ウミウシ、ナメクジ類など殻が退化したものもある。頭足類では、オウム貝やアンムナイトあるいはトグロコウイカなどが、螺旋状の貝殻を持ち、 タコ類の一部におけるメスが産卵用に殻を形成するが、それらも巻き貝とは言わない。大半の動物は左右対称か天対称であるが巻き貝は螺旋状であり対称でない。ただし一部の完全平巻きのものは左右対称になる。巻き貝には左巻きと右巻きがいる。時計回りが右巻き、半時計回りが左巻きである。見分け方の一つに、 巻き貝の尖った方を上に向け、殻の入り口が見えるように持ったとき、殻の口が向かって、右側に見えるのが右巻き、左側に見えるのが左巻きである。巻く方向は種によって決まっているのが普通である。9割の種が右巻きと言われているが、理由はよくわかっていない。また左巻きの種の9割は、陸性や淡水性である。カタツムリの多くは右巻きであるが、一部に、 左巻きの種がある。また、左右両巻きの種も存在する。左右両巻きの種では、内臓の配置も左右逆になっている。巻く方向は一個の遺伝子活用く連鎖する複数個の遺伝子によって決定される。左右両巻きの種は、発生段階から左右逆になっているのが通説であったが、そうではないという示唆もある。日本の中部大学は、ヨーロッパ物洗い替いで、 巻く方向を決定する遺伝子を特定。さらにゲノム編集で巻く方向を変えることに成功したと2019年に A 生物学雑誌デベロップメントに発表した。化石の有効虫の一つ巻き貝に似た構造を持つものに以下のようなものがある。ありがとうございます。